こんばんは、おはようございます。どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。マイケルコンボイです。今回も稲妻イレブンじゃなくて逆転裁判の実況をやっていきたいと思います。あー、疲れたな、今日は。なるほどくん、ダメだよ、くつろいじゃ。ねえねえ、日本沢さん、大丈夫だよ。とりあえず、今日の方出て話に出た人たちしてるかな。監督とプロデューサー？そう。じゃあ、こんなところにいないで、撮影所に行こうよ。一応話しましょう。相談しましょう、一応。どうしたらいいと思う？これから。どうするって、さっきなるほどくんが言ってたでしょ。監督とプロデューサーの情報集めようって。じゃあこんなところにいてもしょうがないのよ。だから早く撮影所に行こうよ。気づいたことか、なんかある？何かを整理するにはまだデータが足りないな。昨日もそんなこと言ってたぞ。素直に何も思いつきませんって言えよ。データが足りないの？まあ、移動しましょう、とっとと。撮影所に。10月18日午後2時18、6分、映像撮影所、正門前。誰もいないよ。おばちゃん、疲れまっちまったからね。誰か代わりの人がいなくていないの、いいのかな。あ、通称の中におばちゃんの羊羹があるよ。そんな目で見なくても。なんか一応、なんかないか調べましょう。撮影所内のセキュリティカメラの映像を管理するコンピューターだ。おや？今日はスイッチ変えてないみたいだ。入ってなきゃいけない。移動しましょう。スタッフエリアに行きましょう。10月18日、某時刻、撮影所、スタッフエリア。あれ？あそこにいるの？スタッフの子だよ。おーい。あ、あんたたち、二毛サブサーの弁護士さん。聞きましたよ。大活躍だったそうですね。いやー、ははははでも警備員のおばちゃん捕まっちゃったんですって。いやー、ははははは。さっきおばちゃんから電話があったんです。とりあえず、排水溝の穴を塞いでおけって。あそこの。ものすごく不器用だな。私、ちょっと手作業は苦手でなんです。でも、大道具や小道具の手入れとかしてるんでしょ？はい。でも、手入れする前よりひどくなったりすることが。気にしない、気にしない。そんなこともあるって。そうですよね。私、気にしません。気にした方がいいと思うけど。私これからおばちゃんの代わりに詰め所に入らなくちゃなりませんので、これで。そうなんだ。じゃあね。はい。では頑張ってください。一応なんか何か調べましょう。まずこの、穴ですね。今日の裁判にいた小学生の男の子って、この端袋はがきができたんだよね。らしいな。大当てて不在だってわけか。ねえ、なるほどくん。あの穴を塞がれちゃったら、あの子、その子もう入れないんだよね。まあ、そのために塞いだんだからな。なんかその子かわいそうだよね。じゃあまたぶっ壊しておこうか。いいの？なるほどくん。げ、本気だ。どうしよう。ぶっ壊しましょう。ララ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 、ぶち壊す。わあ、なるほどくん、いい人。そうかな。えい。ふう、これで子供たちも大喜びだね。やれやれ。モーターを乗せた電動自動車だ。何とも言えない中途半端な感じは僕は嫌いだ。でも坂は飲むより楽だよ。わかんない、穴も使うな。特別変わったところないですね。だって昨日はカードキーもらったじゃない。カードのあれは。ちょっと一応入りましょうかね。なんかありま、ちょっと楽屋に入ってちょっと調べましょう。10月18日、某時刻、撮影所、楽屋。事件があった日、殿様の着ぐるみここにあったんだよね。煮干しさん、そう言ってたっけね。煮干しさんが昼寝してあるのを盗んじゃないのかな。でもさ、もし煮干しさんが昼寝しなかったら、犯人はどうするつもりだったのかな。さあ、確かにな。なんかないですかね。あ、ないですね、特に。とりあえずまたスタジオに行きましょう。とりあえずスタジオに行きます。あ、どうも。はは、やっぱりその格好、じゃあ似合わないがね。やっぱりダメですか？ミリタリールックのベストを着ているので、あるいはと思ったんですけど、ちょっと話をしましょう。どう、撮影所の方は。警察の人がうろうろして大変ですよ。現場保存とか言って、掃除もさせてくれないんです。おかげで、人編の昨日、お昼ご飯の後付け集めもできなくて。ああ、スタッフエリアにあったあの骨の乗った皿。迷惑な話ですよね。ファンの子供って誰なんだ？ここにはよく子供たちが入り込んだりするの？
数は多くないんですけどね、よく見かける子はいますよ。カメラなんか持って撮影風景を覗いてるんですよ。警備員のおばちゃんも目を光らせてるんですけど、やっぱり子供の行動力にはちょっと。監督たちってなんだ？今日裁判所で聞いたんだけど、事件当日ここには監督やプロデューサーもいたって。すいません、私は大道具倉庫の方にいたんで見てはいないんですけど、どうもいたみたいです。撮影所長から口止めされていたので。やっぱり監督さんをかばったってわけ？監督っていうかプロデューサーの方かな。なんかすごいやり手のプロデューサーなんですよ。ほとんど潰れかけていたこの撮影所を立て直しちゃって、この撮影所にとっては神様みたいな人らしいです。プロデューサーか。ちょっと突きつけたこといろいろありますね。虚偽のことだけど、ああ、殿様スピアですか。あれ結構重いんですよ。私、あれを運ぶのは嫌いです。あれを凶器として扱うには体力がいるみたいだな。こう言っちゃなんだけど、煮干しさんだとぴったりだよな。これなんだけど、あ、煮干しさん。でも、なんだか足を引きずってるみたい。何ですかこれ。この写真も足の怪我のことも知らないみたいだな。いや、わからないければいいや。とりあえず移動しましょう、また。第一スタジオに行って。てか、なんで動けたままなんだ？元に戻せよ。10月18日、某塾、第一スタジオ前。おいでませ。あれ？今日は糸の子刑事さんいないね。そうだね。今日の裁判大騒ぎだったから、きっと忙しいんだろ。ねえねえ、なるほどくん。今日の裁判に行ってた、第二スタジオって。あの木が倒れてる道の方にあるんだよね。ああ、そんなとこ行ってたよね。監督さんたち、今日見るかもしれないよ。今がチャンス、行ってみようよ。まあ行きましょう。特にここにいてもいません。なんもないので。10月18日、某時刻、第二スタジオ前。誰もいない、か。キャッ、なるほどくん。今の音何？コテージの中から聞こえてみてください。中に誰かいるみたいだね。すいません。返事がないぞ。怪しいよ、なるほどくん。よし、入ってみようよ。怒られないかな。あれ？鍵がかかってるよ。鍵は？そりゃまあ、正門前の警備員の詰め所になるんじゃねえか。千代さん、ダメだよ。借りてこい。貸してもらえるのかな。まあ、行きましょうよ、とりあえず。まあ、貸してくれたらいいんですけど。詰め所ってどこですか？ちょっと待ってください。あれ、詰め所って確か。ちょっとなんか探ってあるかもしれないので、ちょっと見ましょう。ありませんでした。楽屋見ましょう。なんだ君たちは。あんたは誰ですか？なんかすごい怪しいんですけど。失敬だな。うざい拓也を知らないのか。監督だぞ、殿様は。僕が食ってるんだぞ。そうなんですか。すいません。なんかその、怪しく見えちゃって、いいんだけどさ、別に。なんですか。よく見ると、あなた。いいね。実にいいよ。僕的にはヒットかな、そのコスチューム。何を垂らしてるんですか、何を。なんか、うおー、みなぎっていたぞ。創作欲か、エナジーが。そうだ、姫様。殿様の続編をやろう。小江戸剣士、姫様。姫様。なんで小江戸なのよ。大江戸選手殿様よりスケールダウンしてるじゃない。本気になるなよ。ちょっと話をしましょう。事件当日って何してたんだ。あの事件当日のことを聞かせてほしいんですけど。ああ、君か、おばちゃんから僕らのことを聞き出したの。ええ。あの日はさ、午前中アクションの打ち合わせ。で、正午から第二スタジオのコテージで会議。もう忙しくて昼飯も食えなかったよ。骨付きステーキですか？月中、その通り。なるほどくん、月中って何？知らない。とにかく正午から4時過ぎまでずっと会議。プロデューサーテレビ局のエロヤさんとさ、イブクロさんが死んだのは午後2時30分。今の話が本当ならアリバイ成立だな。プロデューサーって誰だ？一緒に会議をしていたプロデューサーですけど。ああ、姫神桜のこと？あの人は天才だよ。すごく怖いけど。
それをかけたこのスタジオを見事に建てましたって、僕に殿様を作るチャンスをくれた大恩人。事件があった人は一緒に会をしてたんですけどね。正午から4時までずっと一緒だったよ。お偉いさんって誰だ？お偉いさんというのはどういう人たちですか？制作部の局の部長やスポンサー、それにプロダクションの人かな。彼らはみんなでリムジンに乗って正午前にここへ来たんだ。緊張したよな。その人たちはずっと一緒だったんですか？まあね。みんな白髪交じりのじいさん連中だよ。信用できる証人たちみたいだな。まあ移動しましょう。とりあえず移動しまくって撮影所を撮りましょう。あんたたちまた来たのかい。キャー出た。人お化けみたいに言うんじゃないよ。あのずいぶん早いお帰りでしたね。あれから警察に連れてからさ、連中殿様の着ぐるみのスペアを引っ張り出してきて、後ろ着ろって言うわけよ。その着ぐるみを、そんなもん着られるわけないでしょうか。荷物さん180センチありますからね。着られないって分かったら帰っていいって。そりゃそうか、犯人じゃなくなるからな。とにかく、おばあちゃん、この恨みは一生忘れないですからね。もう口も聞かないんだから。散々喋ってるくせに、今からだよ。はい、よーい、スタート。子供か、このおばあちゃん。一応話は聞かないって言うんですよ。ちょっと一応話は聞きましょう。あの、おばあちゃんが見た子供のことなんですけど、今度見かけたら、ハトっす。なるほど、くん、本気だよ。監督たちではなんだ。事件の時、ここにいた監督さんたちのことなんですけど、今度見かけたら、ハトっす。なるほどくん、見境がなくなってるよ。あの、このトンサマスピアなんですけど、ちょっと移動しましょう。今何をしてても無駄ですね、多分。留置場行きましょう。10月18日、防除録、留置場、面会室。あ、なるほどさん、今日はありがとうございました。いやー、運が良かっただけです。本当にね、うるさいな。ねえ、ニモサブさん、何か手がかりになりそうなことありませんか？特にないですね。すいません。どんな小さなことでも話してくださいね。明日も運がいいとは限りませんからね。はい。一応話は聞きましょう。ファンの子供って誰なんだ？スタジオにはファンの子供はよく入ってくるんですか？そうでもないですよ。あの警備員のおばちゃん、こううるさい人ですからね。でも今日の証言ではよくうろうろしてるって。子供たちは殿様が本当に大好きなんです。おばちゃんの目を盗んで入ってきちゃうんですよね。監督って、午前中の打ち合わせで監督もいたんですか？は、はあ、まあ。殿様と悪代官の動きをつけていただきました。なんで教えてくれなかったんですか？まあ、その、撮影所の方から口止めされてですね。何言ってるんですか？何度も言うけど、なるほどくん、まだ新米弁護士なんです。負けるときは、ほんと、あっという間にポックリ行きますからね。は、恐縮です。もう、ぽっくりがないだろう。他に何か隠してることはないでしょうね。はい、ないと思います。ちょっと移動しましょう。撮影場の前に行って、移動して、第一スタジオ前に行って、もう一回第二スタジオ行きましょうか。一応念のため。ちょっと待ってくださいね。調べるとところは、こっち側で一応調べましょう。ちょっと借りられるんですかね？ここがよくわかんないんです。特に変化がないので。話しましょう。落ち着いたようですね。でも、鍵、なんか大丈夫ですかね？まあ、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。殿様風に。